まずは指導案を共有します。 Google ドキュメントで作成した指導案を開いて、右上の共有をクリック。一般的なアクセスを閲覧者コメント化にして、リンクをコピーをクリック。完了をクリック。コピーしたリンクを授業参観者に配布して全員で開きます。参観者は授業を見ながら気になったところを範囲選択し、コメントを追加をクリック。コメントを記入します。次にコメントを抽出します。このままでは抽出できないので、ファイルをクリック。ダウンロードにポインターを載せて、ウェブページをクリック。保存をクリック。ダウンロードした ZIP ファイルを展開。できた HTML ファイルを開いて、ページの下の方を見るとコメントが抽出されています。このコメントをすべて選択して、コントロールまたはコマンドプラス C でコピーします。 Google スプレッドシートを新規作成して、コントロールまたはコマンドプラス V で貼り付けます。 A 列を選択して、データをクリック。テキストを列に分割をクリック。区切り文字をカスタムにして、右大括弧を入力。セルが分割されました。 A 列は不要なので、A 列を右クリックして列を削除をクリック。1行目を右クリックまたはダブルタップして上に1行挿入。コメントと見出しを入力します。ファイルをクリック。ダウンロードにポインターを載せて、カンマ区切り形式をクリック。保存をクリック。これでコメントの CSV ファイルが保存できました。次にキャンバーを開いて、デザインを作成をクリック。検索バーで正方形と入力。適当な正方形のデザインをクリックして、キーボードの T を押してテキストを挿入。適当なダミーテキストを入力します。配置を左揃えにして、大きさと位置を整えます。背景をクリックして、左上の背景色をクリック。適当な付箋っぽい色を選択。デザインのファイル名を変更しておきましょう。左サイドバーのアプリをクリック。一括作成をクリック。データをアップロードをクリック。先ほどダウンロードした CSV ファイルをクリックして開くをクリック。デザイン内のテキストを右クリックまたはダブルタップしてデータの接続をクリック。コメントをクリック。続行をクリック。デザインを生成をクリック。1コメント1ページでデザインが作成されます。右上の共有をクリック。ダウンロードをクリック。サイズを小さめにしてダウンロードをクリック。ダウンロードされた ZIP ファイルを展開すると、フォルダ内に各コメントが別々の画像になって保存されます。次にキャンバでプレゼンテーションで空のデザインを作成。背景を右クリックまたはダブルタップしてホワイトボードに展開。指導案の共有リンクをコピーして、コントロールまたはコマンドプラス V で貼り付け。指導案が貼り付くので大きさを整えます。次にダウンロードしたコメントの画像をすべて選択して、キャンバの画面にドラッグ&ドロップすると、付箋が挿入されます。あとはこれを並べ替えて分類したり整理したりして話し合いを進めましょう。超絶簡単です。